どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。今回はアーティストの好きな曲トップ10ですね。はい、トップ10になりました。えー、まだいました。アーティストね、まだまだたくさんおります。今回は、シャカラビッツですね。はい。シャカラビですよ、シャカラビ。お釈迦様とウサギですね。はい。えっ、ー、と、まあそんなにね、めちゃくちゃ聴いてたかっていうと、そこまでなんですよ。だから、まあ結構、ちょっと聞きあさったんですけど、知らない曲もあるなと思って。 最初トップ5かなと思ったらトップ10までできましたね。うん。結構曲の、えー、まあ、僕の中での好みっていうのが色々はっきり出たので。はい。というわけで、えー、10位から6位はこんな感じです。10位、ロリー。9位、ダズリングスープ。8位、ヘッドシザース。7位、リゲル。6位、ピボット。という感じになってます。まあ、あのね、しゃからびの印象っていうか、まあ、僕が思う、あくまでもね、 はい。素人みたいな僕が思うのは、結構トリッキーな音楽だなっていうのが一番強いですね。演奏がすごくトリッキーで、まあちょっと面白いなっていう感じかな。ボーカルの魅力よりも、そっちが僕の中では目立つなっていう。ボーカルの名前何だったっけウキ、ウキさんだっけな名前間違えたせすいませんね。もう歌い方がね、まあ僕の中ではやっぱその、ちょっと被るというか。 ちょっとジュリマリの雪っぽい部分もちょっとありつつ、もちろんその本人のね、あの独自性みたいな、あるんだけども、ちょっとたまに霞むっていうか、あ、ちょっと雪っぽいなーって、まあどっちかといえばチャラ、チャラ寄りみたいな歌い方とか、それはちょっと感じられてて、あくまでも僕の中ではですよ。それよりも本当にあのバックミュージックがすごく面白いなっていうふうには思います。はい。というわけで5位からちょっと喋っていきます。第5位。5位はですね、至福のトランジスタという曲です。はい。 これはほんと面白いっていうかっこいい感じの。うん、メロとかそういうことよりもテンポとかリズムが面白いっていうので、かっこいいなっていう。それで好きですね。結構聴いてたい曲ですね。はい。5位は私服のトランジスタです。4位。4位はですね、星空の下でという曲です。はい。シングル曲だったと思いますが、まあサビの印象がすごく強いっていうのと、まあ全体的にあのメロとしていい曲だなっていうところですかね。うん。 まあちょっとがなる感じの歌い方あるじゃないですか。サビのところがね。まあ、そこもシャカラビっぽい。まあ、若干チャラっぽさもあるんだけど、シャカラビっぽいなっていう感じのそのメロに乗ると。それが感じられて他にはない曲かなという感じで、えー、好きな曲です。はい。3位。3位ですね、えー。ミュートロンという曲ですね。はい。これも面白い曲っていうのと、 あと本当に他のバンドにはない味がすごく出てて、あ、これがシャカラビの味だなというふうに僕は勝手に思ってて好きな曲ですね。うん、歌い方もそうだけど。結構ね、サビを続けない。サビが短いんだよね、シャカラビの印象っていうか。もう僕的にはもうちょっとそこを盛り上げてもいいのになって、ちょっと思ったりもするんだけど、物足りなさみたいなのを感じたりするんだけど、まあそれもやっぱそれでシャカラビの良さなのかなみたいな感じは、この曲からもすごくしますね。うん。 あえてこう、しつこくさせないみたいな。結構潔くサビを切るみたいな感じは。そういう意味でこれはとってもなんか最初からノリがすごく好きっていうので3位ですね。2位。2位はですね、モンスターツリーという曲です。はい。まあ、結構一番有名なのかな、この曲が。うん。まあ僕もすごい好きですね。あの、完成度が高いなーって。 思うし、まあ僕は正統派な曲が結構好きだから、あれなんですけど、そう最初ね、シャカラビやろうかなと思った時にパッと頭に浮かんだのがこれだったんで、まあこれ多分1位だろうなと思ったんですけど、いろいろ聞いた中で、これは2位になりました。唯一この、唯一でもないけど、この曲はサビがちょっとすぐ切らないっていうか、あの、ちゃんと最後まで展開が <laughs>、ちゃんとって言い方あれですけど、僕好みなんですよね。うん。そういう意味で、まあ大衆にも受ける曲でもあるのかなっていうところもあるし、 僕はとても好きな曲です。はい。二はモンスターズリーですね。1位。一はですね、そのモンスターズリーを抑えた。1位。レディーバーグです。はい。この曲はいいよ。この曲は一番そのシャカラビの良さが出てると思った。で、メロディーもすごくいい。まあ、サビの入りとかすごいいいですよね。いや、もうちょっと売れてもいいのになって思ったんですけど、そんなに、まあ、トップ10入りはしてるけど、まあ、シングル曲なんですよ。なんか、シャカラビのその、ジャカジャカした、ちょっとしたロックテイストっていうかね。 ま、トリッキーな音楽なんだけど、それとはちょっと違う、ちょっと質素に、さっとメロディーを綺麗にまとめた感はある中での、ちょっと良さも出しつつっていう、こう、微妙なこうバランスっていうか、がすごく取れてるなって僕は感じてるんですよね。それですっげー好きな曲ですね。この曲は何回も聴きたいし、知らない人にもこう教えたいぐらい、とってもいい曲だなって思っております。はい、以上。 えー、僕が思うシャカラビッツの、えー、好きな曲トップ10でございました。共感される方は、えー、高評価お願いします。意見物申したい方は、えー、コメントなどください。以上、虹色音声終わりたいと思います。さようなら。